フラワンダフルライフ、皆さん今日も植物の毎日やってますか？店長、今日は何を教えてもらえるんですか？今日は、前回、前々回、そしてまたその前、何やった？ローダンセマムやって、マーガレット、キク科の植物やって、クリスマスローズもやったので、今日はパワーアイテムというよりは、早春の素敵なお花、結構あるんでいろいろ、それを使ってね、寄せ植えを今日は作ってみましょうか。完コピできる、寄せ植え、早春のおすすめのお花で作る寄せ植え、これでやってみましょう。いいか、今日は笑顔がこぼれてますけど、早春の寄せ植え、今日はこれだな。早春の寄せ植え、これでいきたいと思いますが、一つ今日はカラーテーマで分けて材料選びをするといいですよというところでやってみましょう。これが今日作るのこれじゃないんだけど、これ鉢からね、鉢の色から、上、少しグラデーションがかって春色の黄色からオレンジね、これで合わせてみた寄せ植えです。パステリーナがすごく綺麗ですね。大好きなディモルフォセカ、ね、パステリーナがあって、ビオラの、イエローピンクジャンプアップがあって、サクラデマリの葉っぱつぼみの色を合わせた感じかな。それと、コロニラバリエガータがあって、これがキャロライナジャスミンですね。黄色い花が咲くし、葉っぱがまだ紅葉の色してますけど、すごくいいでしょ。こういう、これはこのカラーテーマ、黄色系オレンジ系、の寄せ植えで、今日作るのは春のみんな大好きピンク系でいきましょう。ピンク系のお花で合わせて寄せ植えしたいと思います。はい、おすすめピンク系のお花、春の紹介していきましょうか。まずはピンクなんで、ピンクってついてるやつはもう全部ピンクよね。ラベンダーのストエカス系、フレンチラベンダーのマドリッドベラピンク、もうピンクがついてる。いい。去年も YouTube でやったかな、確か。やったね。やりましたね。はい。ね、葉っぱがすごい香りがいいです。今入荷してるものでいくと、なんだっけ、こうビーブリリアント、こうブルー系もある。バルセロナローズとかも今から入ってきますんで。まだまだ今からが旬ですね。こうし大きいのもあります。これラベアンナ、ラベアンナいいですね。これだけでも十分見れる。軸が太くて形がこう、花も大きいのかな、ちょっと花もちょっと大きくて形がこうまとまりやすいっていう、いいですね。綺麗な、あ、香りもいい、ね、こういうのが今旬ですから、ラベンダー大好きですから皆さん。はい、今日使うのそれとこれだ。じゃん、マラコイです、ね、サクラソンの仲間マラコイです、耐寒性は強い、ね、強いのでとっても今時期人気だし、もう 春ですよね。春の色、もうこれぞ春。サクラソウのサクラ、サクラというこの品種を使いたいと思います。暑さは、ね、苦手なので、まあ、一年草です。一年草扱いで、してる。もともとのサクラソウは多年草ですけどね、これはマラコイですが一年草で、冬の今時期のやっぱり季節感が味わえるお花なんで、これ使います。はい、今日これなんかいいの入ったんで、ワックスフラワー、よくない？つぼみがピンクっていうことで、今日このワックスフラワーかわいい。これ開きますよ、ぷくっと。あ、開いてないんで、開いた写真がわかるかな。こういう感じで風呂草みたいな感じかな、わかる？はい、結構長いことね、このつぼみから楽しめるんで、もうほんと暑くなる前まで全然いけます。で、寒さ凍らせるのがちょっと悪いので、凍らせないようにだけ気をつけてもらえば、とても素敵な、ね、線が細いのもね、また魅力的で、こう間に入れるといいかなと思って、ワックスフラワーを使います。そしてじゃん、ピグメントハニーって書いてますけど、これネメシアもピンク系がいろいろあるし、ピンク系だけじゃなくていろいろあるので、今日はこのピグメントハニーのモモコだったり、
黄色系もね人気ありますね。レモンスカッシュ、レモンスカッシュ、ニモとかラズベリーバイカラー、いっぱい品種ありますよ、ね、今日一部だけですけど、ね、あこういうちょっとなんかな、なんだろう、なんちゅう形なのこれ、僕にはなんか眉毛にしか見えないんですけど、マスカレード、こういうなんかポーンってなった眉毛みたいな、可愛いよねこれ。でもこうやって線が細くて結構伸びるタイプなんで、間に入れるといいと思います。寄せのねマスカレードなんかもあります。はい、続きましてのピンク、はい、マーガレットのコンパクト系マーガレット、ね、モリンバのミニピンク、あこれも大人気のミニピンクでございます。マーガレットもちろん、前回紹介しましたね。いろいろありますんでマーガレット、まだまだ、今から品種増えてきますけど、今日はマーガレットのミニピンク、みんな大好きなこのお花使いましょう。はい、続きましてはバコパだな、ミスターゴマのハグサカバコパ。もうあのバコパを植えたことがないっていう人いるのかなっていうぐらいね。これはグレートピンク、あグレートクラッシュピンクという品種ね。グレートピンクリングとか、ピンクなんとかとか、いっぱい品種があります。バコパもね、丈夫だし育てやすいし皆さん大好き でもバコパなんで、ゴマのハグサカの特徴として、あの咲き続けて大きくなっていくというよりは、咲いてちょっと休んで、咲いてちょっと休んでっていう、お花のサイクルになるので、花がちょっと止まってる時にもう枯れたとかっていうことじゃなくて、また咲く、次咲くための準備なので、咲いて休んで、咲いて休んでが、この花の特徴ですのでね、年中観賞できる感じ、真夏以外は本当観賞できるかなっていう、とっても素敵なお花です、バコパね。このコピアの、グレートクラッシュピンクというのを使います。あるのでいくと、この大きいねガリバーブルーとか、葉っぱが風が入ってるゴールデンリーブスとかね、こういうもちろん白の普通のバコパもあるし、やっぱりなんか最近なんかあんま触ってなかったなバコパ、でもやっぱり素敵なお花ですね。ね、香りもいいですよねバコパって。ぜひぜひこれでいきましょう。ほい、で今日カラーリーフで、このライム色がとっても素敵なオレガノ、ロタンダフォーリアを使いたいと思います。これ実はね緑のこれ額なんですよね、お花じゃなくて、これからこのピンクが出てくるじゃないですか、これピコ、ね、これがお花です。これがお花、もちろんもうね皆さんよく知ってると思うんで、香りもいいしドライにも使えるし、これも一家に一本、いやいやたくさんね、ぜひね花壇にも植えたい、そういうオレガノこれ使いましょうかね。宿根するんでね、それもいいとこです。あ素敵だ、これ使いましょう。今日カラーリーフはこれだけかな。でピンクのお花が咲いてくるっていうところでピンクつながりでそれでいきたいと思います。その他にも忘れてもらっちゃ困るぜ、ピンクがいっぱいあります、この時期ね。ガーベラもそうだし、このね、これも宿根するエロジウム、いいでしょうこれね、可愛いんですよこれもね、必ず宿根しますエロジウムね、スイートハート、こういうのもあります。オステオ系もね、ピンク系あるし、あ花が開いてないけど朝なんで、ね、サンドピンク、これあのブラキカムですね、ブラキカム、ヒメコギクのサンドピンクなんかも可愛らしいピンク。デイジーを紹介した、デイジーもちろんね、タッソもあるね、はい、ローダンセマムももちろん、ピンク系といえば代表的なお花です。ピンク系他にもなんかキリがないな、リナリアもあるし、ミナリアもあるし、ミニバラももちろんねありますので、カラーテーマで合わせて材料を選ぶのもとっても楽ですから、ね、カラーテーマで材料選び、これも一つ寄せのやりやすさだと思いますので、今日はこのピンクでいきましょう。本日使用する鉢、早速いこうかな、これね、ついにメジャーを出してきた、お直径内寸で22.5センチ、ピシャリの、はい、22.5センチの
鉢、ちょっと浅めです。で、一応焼き物ですね。でなんか文字が書いてますね。はい、これ先週もやったかな、これ確か先週もこのくだり、ネタにしてる、なんとかって書いてます。あのとにかくあのいい的なこと書いてると思います。あのこの鉢、新作の鉢です。こっちが正面ね、これで植えていきます。もうほら、もうあらかたも置いてるので、いつもそうですよ。やっぱこう外でなんとなく配置をして、これをここに移すだけ、これ移すだけですか。やってみましょう。この鉢、いつものように鉢底ネットを敷いて、今日浅いので石はねそんな多くなくていいです。はい、ここだいたい、あの皆さんあの寄せ植えするときにどうやって選んだらいいですかってあるので、とにかく好きなお花を選ぶ、もうこれが一番です。好きなお花を選ぶね、好きな花を好きな鉢に植えないと何が面白いんですかということなので、次とにかく好きな花を選ぶで、まあ、うまくしようと思えばたくさんやり方があるんですけど、とにかく好きな花を気に入った、鉢に植えること、これからしか始まらないので、皆さんね、楽しく勇気を持って好きな花を選んで植えてほしいなと。でその一つのコツとして、今日みたいにカラーテーマあると、色とりどりのお花がある園芸店さんで選びやすいかなと、白でもいけるし、ピンクでもいけるし、黄色でもブルーでも、いけるはずなので、カラーテーマを絞って選んでいくといいと。そして、今日はなぜピンクにしたかというと、よりなんか春らしいから、そしてみんな好きなんで、僕も大好きです。ピンクがいいかなと思って今日ピンクにしてます。で選ぶと、もうほら、もうこれだけで出来上がってるじゃない。これで選んだもので、その順に置いたぐらいの話ですから、ね、これを植えましょう。はい、石を入れました。石はもう薄くでいいです。で、また土を少し入れて、さあもう配置するだけなんですけど、やっぱりちょっとキュッとキュッとね、口の広さに対して若干多いかなぐらいで植えるので、植えられる準備をね今日もして植えたいと思います。ポットを外して、そのままズドンとこうね、ポット外してズドンとこう配置していくんじゃなくて、これは昨日までの植え方です皆さんね。こうじゃなくて、ポット外して、たくさんいろんな種類を合わせたいので、ね、料理に例えよう、噛んだね今、料理に例えましょうね、今日はこの器に盛り付ける料理ということで、じゃあその料理に合ったサイズ感っていうのがありますから、それに合わせていくだけです、ね、植えた後見えなくなるところ、ね、植えた後見えるところ意識して、見えなくなるところはしっかり葉っぱを取って、ね、中の蒸れそうな葉っぱとか、内側に、ね、走ってる芽とか、形の悪い枝とか、こういうのは積極的に取っていって、合わせてもいい準備をねしましょう。わかります？中の方の葉っぱ、中の方の葉っぱを間引く、小枝を取る、ね、植えた後見えなくなるとこ意識して外していきます。で向こうが見えるぐらい、向こうが見えるぐらい、よいしょ、ね、弾いてください。そうすれば、下の方すっきりすれば寄せて植えてもいいです。で、上の方の型を取って、ラベンダーなのであんまり根をねハサミ入れたりしない、あまり触らない、少し立てるぐらいでいいです、ね、これぐらいでいきましょうか、表裏を見て、あ、どっちが前かな後ろかな見て配置、これもいつも一緒です。いいですか。基本的にはこの要領で次のコマラコイデスも行くんですけど、ほらね、立派な株です。とても立派な株なんですけど、お、いいね。けどこれではこのサイズ感には大きすぎる。立派な食材も、この料理に合わせた下ごしらえをしてあげたいんで、こういう大きい葉っぱ、大きい葉っぱね、これを取ってあげましょうよ。広い花壇にこれを、間隔を空けて植えるんであれば、そのままでいいです。けど今日は、
寄せて植えるので、少し大きい葉っぱ、下の方の葉っぱ間引いてすっきりさせてあげると寄せても大丈夫なので、その準備をこうやってしてるわけです。ほら、ね、黄色い葉っぱとかもあるでしょ、下の方で。花が咲き出すとね、結構肥料大好きなので、ちゃんと肥料あげてくださいね。はい、そしてポット外して肩取って、ね、根っこ少し、これもね、ハードに触らなくていいです。少し立てるぐらいでいいです、ね、この状態、ね、で前後ろを少し見ながら、より間引いた方を隣に寄せる感じで、土がちょっと少ないから土を足して配置する。はい、ね、これを繰り返し。お、いいですな、なかなか。ワックスフラワー、ワックスフラワーは、もう幸いこういう葉っぱなので、もうそもそも蒸れづらい形状しているので、中の方の葉っぱ、下の方の葉っぱ少し間引くだけでもいいかなと、ね、間からポン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 葉っぱが出てくる感じがいいね。もうこの状態、ね、土を払っていいです、ね、ポロ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 した土なので、ね、根っこも少しほどきましょうか。少しほどいて、中の方土が少ないからちょっと足しながらね。お、正面どこだっけ、正面ここか。で、そもそも葉っぱ間引いてるから、ね、ラベンダーとかともこう合わせて葉組みしてあげてもいいです。よし、はい、こういう状態。はい、次ネメシア行きましょうか。ネメシア、ネメシアも一緒。でも下の方ね、これも一緒です。マメやったかな。で、中の方の葉っぱとか、重なってる葉っぱだったら片っぽをね、片一方を、間引いて間引いて、風が抜けるようにね、下の方低いところ風が抜けるような、向こうが見えるぐらい、少し向こうが見えるぐらいね、すっきりさせてあげてください。わかります。はい、そしたら痩せれますので、少し根っこ立てて大丈夫かな。これも肩取って根っこ立てて、根っこ立てて、そのまんまどうかな、向きを見ながら、前がこっちかな、後ろがこっちかな、いつも考えてあげてください。常に美人さんに見えるような角度っていうかね、向きで植えてあげると。ただそれだけです。で、植物になると皆さん急にね、なんかそのまんまオリジナルで使いたがるんですけど、これが素材と思えば、やっぱり素材そのまんまってわけにいかないじゃないですか。なので、お料理も一緒、お花植えも一緒、食材、花材と思って必ず下準備をしてから、調理にかかってください、ね。マーガレット、こういう大きい葉っぱ分かります？これ取ったらいいです。あ、今日花粉飛んでるな。花粉症でちょっと辛いんですけど、ねね、大きい葉っぱ取って、中の方の葉っぱも混み合ってるようなら少し間引く感じ、つまんで取る、中に指をグッと入れてつまんで取る、ね、こうして少し風が抜けるような空間さえ作ってあげれば寄せても大丈夫です。で、マーガレットもハードに根っこは扱わない、ね、少しほどくぐらいでいいです。で、根を切らない方がいいです、ね、で、向きがありますね。こっちが前かな、前ですね。はい、ここに配置。もう良くなってきたよ、なんか雰囲気出てきた、出てきた雰囲気。はい、ここでロタンダ入れてみます。ロタンダ、お、分けれるかな、ね、もう下でつながってるんですけど、分けても大丈夫です。株分けができたら株分けしてください。お、株分けできたよ、上手に。いいですな。で、こうやってオレガノも下の方の葉っぱが少ないので、すごく合わせやすいですから、根っこをね、ガシガシやっても大丈夫です。はい、枯れません。お、ここどう？1個、お、素敵だ。そしてネメシアと、あ、この真ん中ぐらい、真ん中上ぐらい、
ここかな。いいですね。いい。ね、自分で、自画自賛、いい。で、最後。バコパのコピア。ポッと外して。終わった花、これはね、花がね、少し散らないところが、ちょっと欠点だったりするんで、終わった花をね、見つけては、ちゃんと取ってあげてください。そうするといいと思います。で、わーっと咲き誇って、株が大きくなって咲き誇った後、花掃除するの大変だったら、バッツリ切ってください。バッツリ切ると、また、復活して咲く。で、その繰り返しができるので、何回でも切って咲いて、切って咲いてできるから、ね、そういう管理の方法がいいと思います、バコパ。で、縦に伸びるタイプ、ダブルのタイプはね、結構縦に伸びるんですけど、こう一重のタイプは、だいたい横に行くのが多いので、横に行くタイプは前の方とかがいいかな。植えるのをポット外して肩取って、で前の方なのでそんなにハードに間引かなくていいかな。全体が見えるので、ただ大きい葉っぱとか黄色い葉っぱとか、あったらここの時取ってください。で、根っこは回ってるようなら触って大丈夫です。で今日そんなにそこまでハードに回ってないので、最後ここに配置。どうでしょうかね。見ていいですか。いいですか、一回。お、言うことないな。バッチリだな。わ、かわいいね、これ。いい、よくない。でも仕上げていきましょうか、ちゃんと。最後まで気抜かずにね。ここで満足せず。はい。ぐるーっと土を一周入れてください、土をね。はい、これもいつも一緒です。土ぐるーっととりあえず入れて、今から仕上げの作業をしていきます。土を入れてます。とりあえず入れて、一周入れました。ね、一周入れたら、いつも一緒。それぞれの間に必ず一度は指を入れてください。それぞれの株と株の間に一度は指を入れて、穴が開くところに土を足す。これを丁寧に回しながら、それぞれの間に必ず土を一回入れる。ね、この作業をしましょう。指を入れました。硬く、する必要ないので、箸や棒で、つつく必要ないです。指でいいです。指を軽く入れて穴が開くようなら土を足す。指を入れて土を足す。この作業を一周してください、ね、せっかくふかふかの土だから、細いものでね、力いっぱいこうついていくといくらでも土が入るし、いくらでも硬くなるので、それがならないように、気をつけながら、ね、で間にももちろんね、こういう間にも指を入れて土が少ないような間も入れてます。で、こういうあの、ね、土すくい、土すくいっていうのこれ、スコップじゃなくてこういう形状のもの、しかもね、プラスチックよりこういう、なんかな、薄い、なるべく薄い金のものがね、使いやすいと思います。アルミのものとかがいいので、土すくいでしっかり中の方も土をすくって、少しずつすくって、少しずつすくって、入れてください。ね、よくあの、頭から振りかける人が土はねいるんですけど、振りかけても何の意味もないので、あのドロドロになるだけですからね。で、触る間に指も拭きながらね、指を拭きながら、触ると植物も汚れませんので、ね、汚れないように、指も拭きながらやって、ね、土が入りました。はい、土は全体入ったかな。あ、入りましたね。はい、で、ここでいつものように最後仕上げ、仕上げでそれぞれを一回触ってあげてください。触ってあげてください、ね、触ってあげて、あ、美人さんだなっていうところね、見てあげて、かぶってる葉っぱとか花とかあったら出してあげたり、もしね邪魔だなっていうのがあったらちょっとここで間引いてあげたり、整えて、美人さんに見えるように、ね、お掃除して、ね、お、あ、いい感じ、うん、可愛らしいです。とっても上手に今日も収まったかな、うん、ほどいてあげたり、ほどいてね、触ってあげて、整えてあげてください。そしたら、はい、完成でーす。いやー、うまくできた。可愛らしくできた。どうですか？うん。ピンクだけで。とっても愛らしい、早春の寄せ植え、完成しました。思ったよりなんか出来が良かったんで嬉しいです。ね、こうして今日はピンクで合わせたので、
これはイエローバージョンとか、白バージョンとか、カラーテーマで、するといいと思います。ちょっと今日それぞれの素材かけなかったけど、まあ出るかな、ね、うん、あのおすすめの早春の花、たくさんありますので、カラーテーマで選んで寄せ植え作り、これもぜひやってみてください。皆さんいかがでしたか？わかりやすかったかな、ね、でも基本的に好きなお花を思いっきり植えてください、このコロナ禍ですけど、お花植えてちょっとストレス発散、楽しくガーデニングしましょう。それじゃあ皆さん、あ、今日もまた良かったっていう方、グッドボタンと、チャンネル登録よろしくお願いします。そしてまた通販も気になる商品、じゃんじゃんお問い合わせください。それじゃあ皆さん、またねー。